おはようございますえ今日の話は地域とゆるくつながろうサードプレイスと関係人口の時代という、えー、石山信孝さんの本の中からサードプレイスができる街という話です地域の柔軟な関わり方として大事な考え方がサードプレイスですサードプレイスとはレイ・オールデンバークが提唱した考え方ですその考え方とは家庭第一の場でも職場第二の場でもない第三の場所に注目しようということです 第三の場所とはイギリスのパブやフランスのカフェのようにとびきりにお心地がよくまったりとした時間を過ごせる場所を意味していますサードプレイスには中立性社会的平等性の担保会話が中心に存在すること利便性があること常連の存在目立たないこと遊び心があることもう一つの我が家という8つの特徴があるとされていますつまりサードプレイスとは人々が気軽に集まり交流できる憩いのある楽しい場なのです ただ同時に多様で異質な人々が自分の社会的立場を気にせず交流できる場でもあります。実はこのような特徴があるからこそサードプレイスは地域の中で緩くつながる場として適しているわけです。片岡紀子さんはその研究の中でサードプレイスを3種類に区分しています。第一の方はマイプレイス型です。マイプレイス型とはスターバックスやドトールのようなカフェなので個人が時間を気にせずゆったりと過ごす場です。 このような個人の憩いの場は、とりわけ都市の生活で疲弊しているときには貴重なものでしょう。第二の方は社交交流型です。これはまさにオルデンバーグが指摘したサードプレイスそのものであり、地元の居酒屋など馴染みの常連が社交の場として賑やかに楽しむ場です。 第三の方は目的交流型です。目的交流型とは地域の NPO 子ども食堂コミュニティカフェなど何らかの地域活動としての目的が存在し自発的に人々が集まる場を意味します。これはオルデンバーグの指摘した社交が中心のサードプレイスをさらに発展させた進化系のサードプレイスではないでしょうか。ここには目的 VS 癒し憩いという軸と義務的 VS 自発的という軸があります。 悔しい行為で自発的という証言には社交交流型とマイプレイス型が該当します。一方、目的交流型、地域のサードプレイスは目的と自発的という証言に該当します。目的交流型では、地域で何らかの目的を達成したいという情熱を持った人が集まります。自発的であるため、もちろん楽しさもあるでしょうが、そこには地域の何かを変えたいという思いがあるわけですね。 ただ目的交流型は目的で義務的の証言に該当する義務的共同体とは区別されます。例えば自治会や消防団のような遅延コミュニティは地域が機能していくには欠かせない重要な存在です。しかし遅延コミュニティでは参加が必須であることが多いため地域との関わり方がそれだけだと少し息苦しいということになるんですね。じゃあ今日これで終わります。